かねみたいな。あ、帰れた。え、帰る。え、何？まさかの？あ、そういうことか。だから長いのか、これシリーズ。うわ。あ、でも一部屋、あ、ワンフロアだけか。言うて？いやでもまだ向こう反対側があるからね。ここはまだ行けないのかな。あ、そういうこと。なんだこのマップ。すごい。わ、なんか人いるよ。あ、普通に人いる。モブ。どうした？また荷物を壊したのか？モブ。うっさ。これなんだろう？開発スタッフの方かな？話しかけんな。お疲れ様でーす。こういう感じの人なのかな？もしかしたら制作者の人がね。で、これ見れる？見れるわけではないと。なるほど。いや。サハラ！貴様また荷物を壊したな。あー、なるほどね。これ宅急便っていうか会社か。お客様からの苦情が殺到しているぞ。所長、大変なんです。あの、配達先の家に怪物が現れたんです。何を寝言を言っている。そんな見えついた嘘でごまかせると思っているのか。本当なんです。早く警察に連絡を。いい加減にしろ、サハラ。いいか、サハラ。人間にとって最も大切なのは、他人を傷つけず、他人に迷惑をかけないということだ。所長、いい人！貴様は無能でバカだ。だが、悪人ではないと俺は。所長！一生懸命仕事をして、それで失敗してしまったのなら、俺も必要以上に叱ったりせん。所長、一生ついてきます。だから、低レベルな言い訳やめて、正直に話してみろ。所長、わかりました。正直に話します。俺は配達詐欺で怪物に襲われたんですよ！ああ！ふざけるな！僕様など知らん！クレーム対応は貴様自身でやれ。ああ、逃げちゃった。ののちゃんになったのが相当あれだったみたいですね。激励に触れてしまったみたいです。どうも。お疲れ様です。後輩かな。所長、鍵かかってる？鍵かかってるか。じゃあ、行きましょう、佐川の中。こん中に。うわー、広いぞ、これ。はあ。お、もしかしたら。はっ、ジムコちゃん、かわいいですね。おかえりなさい、サハラくん。今日はまたいつも以上に落ち込んでるわね。はぁ、あ、実はカクカクシカシカ大発デミオで、配達だけでサキサク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 サ怪物に遭遇？やっぱり信じられないよね、こんな話。もしかして、その配達先って。あれ？ジムコ？ジムコは違うか。ジミコと似てるけど。なんだ？行ってみましょう。もしかして。いるんだよ。多分もうみんなやられてるんだろうな。で、青鬼との追いかけっこになるんでしょ？あ、でも、そんな狭い、広くはないか。で、また向こうの家に行かないといけないんだろうけど、ジンポちゃんのぬくもりを感じることはできない。ここに先ほどジミコちゃんが座ってやめとこう。行きましょう。多分、いる。いや、で、わかんないぞ、これさ。所長も、関わってるとかよくあるよね。この、なんか、男シリーズって、意外と。黒幕が、いるっていうのはよくあるパターンなので、まだちょっとわかんない。いやーなんだこれは。来るぞ。来たぞ。どこ逃げる？ぐやー。これ外マップ外出たらどうなる？出たー。これが、サハラくんが見た怪物？ぐやー。逃げよう。あお、待って、これ出れる？こっち。あー！何これ？すごいよ、越前くん！龍馬くん、すごいよ！ちょっと待って。越前くん、ちょっと待って、本当に。アバンティーズ。とりあえずやられるたびにアバンティーズ言うのやめてもらっていいですかねって。違うんですけどね。アバンティーズって言ってるつもりはないんですけど、言葉がつい出てしまうんです。はい。アバビーって。よし、行くぞ。とりあえずでもオープンフィールドでも逃げれるっていうのはいいね。ここもうまく使っていこうか、これから。ね。こうやってやって、ここを襲ってこないでしょ。教会行くのもいいな。すーごい。目と目が合う瞬間、来た。よし、大事。ここででもぐるぐるすれば大丈夫なんじゃないかな。こうするでしょ。で、こうする。で、また止まるんです。で、また、こっからここに入っていく。そしてぐるぐる。いや、でも安定はしてないですね。
安定はしてないですよ。まあ、でも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 だけどもだけど、はい、結構フェイントをかけてくるでござる。このコラビュー、お前も障害物。これこんだけ結構消えないってもしかしたらあれか、そのまあ、ちょっと待ってみましょうか。どっか目的の場所に行かないといけない。このこの教会に入んないといけないとかあるかな。入ってみようか。これ多分ずっとやってても消えない可能性が出てきた。なんかね、さっきからずっとやってるんですけど消えないんですよね。ここ行ってみよう。ブチャービース入れないんですけど。もう仕方ない、こっち行こう。この中入ろう。ここでぐるぐるしてみよう。多分あの教会に入れなかったので、まあとりあえず泉元屋作戦でしばらくぐるぐるしてみて、これでダメそうだったら多分時間経過じゃないと思うんだけどな。どうぞ。とりあえずまあ、おいなくなった、オッケー。やっぱり時間経過ではなさそうだな。まあ完全にランダムかな。でどうしよう。所長のとこもう一回行ってみる。それかアイテムが新しくできてる可能性もあるから、ちょっとこっち行ってみよう。ここも多分後々っていうか、多分最終面とかかな。ここら辺になんか秘密のなんか部屋があって地下に行けますみたいな、そういう可能性もあるよね。でこっち、俺思ったけど、これからさ、今実はね、このシリーズってその制作者さんというか、その幻獣王にいたじゃないですか、メンタマのあの鬼が最新なんですよ。3月中に出てるやつで、だこれからまたどんどん出していただけると思うんですが、こういう感じでどんどんフィールド広がってったりするのかな。でも幻獣王の時出さなかったけど、長編とかもし出す時はもうちょっとここになんか新しい建造物作って、もっと長編みたいなのができますみたいな、そういう感じかもしれないな。死んでる死んでる。あ、なんかある。お、所長室の鍵来たぞ。これ所長どう、いやまだわかんないな、所長わかんない。そのなんだろう、本編というか、その黒幕なのかどうか。荷物破損率 85%、 残り 15% に当たったらラッキーと思う感じの、なんかルーレット的な感じで面白いんじゃないですかね。僕はいいと思います。はい、行きましょう。お邪魔しまんだろ。これまだ先あるぞ。あ、でも所長普通にいる、大丈夫。声をかけるの、コミックス。いやーどうなんだ、わかんない。だってあの悲鳴聞こえたでしょ、所長。なんで知らん顔してんの。てかまずジムコちゃんがなんか話すべきなんじゃないの。前とりあえず上行こう。え、何、屋上か。屋上っぽいね。あー、いい空。参った、あの怪物は一体何なんだ。サハラ君、あなたが配達に行った家のことを話してくれる。ええ、あの家でカクカクチカチカ大発音見ようということがあって。やっぱり、やっぱりって、今から1年前あの家で殺人事件があったの。はい、クローカ一家殺人事件。23年間実質で引きこもっていたニートの長男が父母妹を惨殺。よかったら赤男で調べ、もしくは僕の、動画の概要欄か、動画の過去動画にありますので、よかったら見てみてください。はい、苦労ゴミをやっぱり。30歳、彼は家族を皆殺しにした後、コンビニでお弁当を万引きし逃走。警察官に追われて道路に飛び、死亡したの。死亡したわ。事件後、空き家となったあの家に何回か入居者が現れたらしいんだけど、入居者たちは次々と謎の死を遂げていった。故にあの家はオカルトマニアの間で呪いの家と言われてるの。サハラ君が見た3人の幽霊、きっと殺害されたクロウ家の人たちの怨念じゃないかな。怖すぎー。じゃあ、あの青い怪物は、正体はわからないけど、クロウ家の呪いとか、呪いと何か関係があるのかもしれないわ。西の方に教会が、これもう行けるのね。そこの神父様いなかったよ。休憩中だったのかな。行こう、今すぐ行こう。なんかすごい話が面白くなってきた。いや最初なんかあのねマップ見た時に、あ、これは短い感じだしあれかなって思ったけど、すごい話が壮大になってきたね。そして話しかける、声をかけるのゴミクズと、あの外で仲間が死んでおりますとだけ伝えたら多分この言葉が変わると思うんだけど、まあそこを伝えないのがやっぱりサハラ君のあれだね。はい、サハラ行くぞ。いるか、サハラ、いるぞ、怪獣、行くぞ。待て待て待て。
今日何かな、イワシかな。いや、ここはあえて今まで3文字だったのがちょっと変化球加えよう。トビウオ、いきましょう。これトビウオですよ。